水野元信明治2年5月20日は幕末から明治維新の山形藩筆頭画廊。通称は三郎衛門。水野忠元の弟、水野主審の子孫。忠元の子孫が藩主、そして弟の主審の子孫が国元を預かる慣例となっていた。弟海国浜松に生まれる。父は水野源栄。高下3年に主君の水野忠清が違法となり、山形に移住した。 忠きは、その後幕府老中筆頭となる。元信は、慶応元年に、筆頭画廊に就任。一方、藩主夫子である忠きと家徳を引き継いだ。水野忠広は朝廷を味方に取り込んだ。薩長主体の新政府に勤労を制約させられ、京都で南京状態にとして留め置かれた。この南極に元信は、藩主夫子に代わり、重臣らと共に国元を取り仕切った。 当初、藩主の指示に従い、砂漠派が多かった反論をまとめ上げて、新政府側王沈武総督の命のもと、省内藩攻略に加わったが、反論は、省内藩への同情論も多く、元の部は、省内藩に対して、新政府に加わって、攻撃に加わることが本意ではないことを内通しつつも、戦には加わらざるを得ず、有望な省内藩に圧倒され、早期に撤退を決断し、 山形市に、庄内藩が進軍することを防いだ。この間、大羽各藩は、合図、庄内への寛大な措置を願い出るも、新政府軍参謀、セラ修造の横暴に起こり、セラを暗殺して、新政府に退治することとなった、仙台、米沢両藩にこし、反論も、周辺の大藩と共に薩長を打つべしとの方向に、傾く。の命と反そして、 周辺の王の大半の圧力の中で葛藤しつつも、元信自らの責任で奥上え連れ同盟に署名、藩の武装装備から考えて負け戦と分かりつつも新政府軍と戦うものの、山形藩に戦火が及ぶことを食い止めた。後に謝罪降伏のために奔走し、自ら首謀者として名乗り出て、攻めを一心に追って、山形藩地の長源寺で処刑された。 当初は武士の名誉として切腹することを望むも、素直に処刑を受け入れたとされる。処刑において、藩内では誰も元信の,の残死を従らず、結局新政府側の武士が首を切り、藩の重臣の一人である松野聖右衛門がその首を改めた。聖右衛門は後日、元信の,の末程元命を養子に迎えた。元信本人、父の元英は非常に筆豆で、 処刑当日の朝まで日記をつけていたが、それらの記録は散逸して一部しか見つかっていない。処刑後は、仮名断絶、父の幻影に対しては、過労没収の上謹慎、家人は竹預かりとなるなど辛酸を舐め、その一部は北海道屯田兵,兵として、現在の滝川市に移住した。山形藩は戦火を免れたのは、元信の,の功績とされ、 豊か列神社に行使されたほか、明治34年には境内に銅像が建立された。ありがとうございます。